2022年、お羊座運勢ランキング発表、占い師ゲッター美ーさんによるお羊座運勢ランキング、ズバリ発表しますと、12星座別1位です。すべてはうまくいく、最高の年になります。 お羊座の皆さんおめでとうございます。12星座別、1位ですよ。すべてうまくいく。すべてうまくいきます。全く悪いことは起きません。最高の年になります。と言って、信じますか信じる人は救われる。信じない人は救われません。ただ、それだけの話です、えー。占いというのはですね、適当です。占いなんか関係なくですね、来年の運勢はすべてうまくいくんだと。 信じる人が運勢良くなります、えー、いろんな占い皆さんご覧になって、えー、いるかもしれませんけれどもねなんか今年は2022年はこの部分では悪い年だとか仕事運はあまり良くないとか恋愛運はあまり良くないとかそういうことは一切信じてはダメです。 えー、悪くなると言ったような情報は先に仕入れるとそれですり込まれて結局本当に悪くなってしまいます。占いなんかに騙されないで全てうまくいくと信じる人が2022年の運勢良くなります。そう思い込める人だけが運勢良くなるということです。で、えー、占いなんかにです、ね、関係なく2022年の運勢を自分の運勢を占うのであれば すべてうまくいく年になったらどういうふうになるんだろうっていうのを自分で妄想してみてください。2022年、こんなふうになったら自分はうまくいくんだと。 こんなふうに仕事はこんなふうにうまくいってこんなふうに恋愛もうまくいってこんなふうに、ね、家族もうまくいってこんなふうに健康も良くなってみたいな全てうまくいくという妄想をしてください。それが2022年の運勢につながります、えー。占い師の適当なことを言っていややっぱ何か。 来年はちょっと仕事運は悪そうだなとか、なんかじっとしておいた方が良さそうだなとか、うそういうこと一切信じちゃダメです。すべてうまくいくと、まずは自分で妄想してください。その妄想から、す、え、べ、ー、てうまくいくというところから発展すれば、す、え、べ、ー、てうまくいくような人生になりますので、えー、占いに騙されなくですね、えー、2022年、すべてうまくいくということを妄想していただきたいなと思います。 えー、これ、えー、どんな、なぜそういうふうになるのか、詳しくですね、2022年の運勢開運の秘訣と題しまして、えー、Kindle で、えー、運勢のことについて、詳しく解説しておりますので、ぜひそちらの Kindle の本も見ていただきたいなと思います。